テントポールの丸棒についてのお話です。メインで使ってる本体の方、こちらが、ホワイトアッシュの 32π、家のですね、階段の手すりとかに使われるあのサイズ感ですね。で、キャノピーの下を突っ張る棒は 24π、これどちらもホワイトアッシュ、まあ、いわゆるあのアメリカタモってやつでですね、僕の場合にはあの江南ホームセンターの江南で買ったんですけど、まあ、どこに行っても大体このアメリカタモが、一番手に入りやすく、まあ、値段も安いと、いうところだと思います。継ぎ手なんですけれど、僕は今回アルミを選択しました。まあ、ステンレスっていうのもあって、これホームセンターだとステンレスだとちょうどカットしてくれるサービスがあるんですけど、アルミはやってくれません。まあ、ちょっとステンレスだとちょっと重さが出てしまうっていうのがありまして、僕は今回ちょっとアルミでいいかなと思いまして、アルミを選択しました。まあ、こういった形で入れた時に、まあ、ちょうどこの半分ですね、パイプの半分のところに棒が来るようにしてあります。で、その部分にですね、削りたい部分に、こういう感じであのマスキングテープ、まあ、できれば太めの方がいいと思うんですけど、マスキングテープをシワなくピシッと這わせればですね、まあ、ほぼほぼ垂直が出ると、あとは、まあ、削る時なんですけれど、こういうふうに、まあ、線をですね、実はこれ金の子なんですけど、こういうもので丸く線を描いていって、まあ、溝を掘るんですね。で、その穂の掘り方っていうのは、まあ、ほぼほぼ目測でこの太さ、この厚さですね、に金の子で、溝をつけて、ここから一生懸命鬼目の方で、丸い方ですね、鬼目の方でガリガリ削っていくと。で、まあ、だん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 最初八角形にしていって、だん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 16丸くしていくと、こんなようなやり方でこうしました。まあ、紙やすり、棒やすりでどっちでもいいんですが、一回仕上げたらですね、あの霧吹きで水を塗ります。これツルツルだったはずの木目が、毛羽立ってきます。要は木の銅管のところ、こういう感じで、こういう感じですね。で、これを再度、霧吹きで、吹いた水を乾燥させて、これを再度磨いて、まあ、大体このぐらいにします。このような仕上げ方ですね。で、仕上げの方はどうしてるのかって言いますと、僕は普通に木彫オイル、まあ、オイルフィニッシュにしています。で、ハケじゃなくて、こう激落ちくんのメラミンスポンジ、これで塗り広げていく感じですかね。これがなんか一番、楽だし、筆洗わなくていいしっていうところで、まあ、結局外部に使うポールなので、まあ、精度はそんな求めなくていいですし、あとはその一旦ウレタンニスっていうのを前やったことがあるんですけど、こういう角のとこですね、まあ、これも面取りもほどほどなんですが、まあ、角のところから結局割れて、あとはこう現場でこうカランとこう置いた時に、そこのところから傷が入って、まあ、長い期間を経るとそこからひび割れたり、水が入ったりしてくると、結局そんな感じになってしまうので、まあ、僕は普通に木彫オイルを3度塗りで仕上げています。木材を仕上げたら継ぎ手ですね。で、アルミ、要は上に来る方のポールに継ぎ手を固定して、下のポールに差し込むという形を取ります。なので下のポールにも、オイルフィニッシュをしてあると。で、上の部分は隠れてしまうので途中でこんな感じでやめてます。で、ちょっとポールを変えまして、ビスを止めるところを、まあ、2つ用意しています。差し込んだ時に問い面で互い違いに、ビスを打っていくという形を取ろうと思っています。止めるビスに関してですね、僕は今回ステンレス、オールステンレスですね、トラスタッピングを、選択しました。トラスタッピングのこのネジ頭が一番こう 薄いんですね、こうやってね。なので、
まあ丸頭っていうのもありますけど、なるべく薄い頭で、この要はピスを打った時にこういう感じに、相手が円ですからどうしてもこう隙間が空いちゃうんですよね、この脇。なのでまあサラビスっていうのも考えたんですけど、サラビスですと、ここに結局皿型に、穴を掘らなきゃいけないっていう手間もあるので、まあだったら頭の薄いもので、まあ多少ここの隙間は気になれど、まあタッピングで止めちゃえというところを選択しています。で、ビス穴も 3.5、 まあビスの径と同じ穴を開けるんですが、こっちにも、木材の方にも開けておいた方がいいと思うんですね。要は下穴を開けるのはだいたい 2.5 ぐらいにしました。 3.5 に対しての、まあ、ちょっと狭いぐらいの径で下穴を開けておくと。そうしないと、タモ材、ホワイトアッシュのタモ材ですから安い部材なので、このままビスを打ってしまうとパシッと割れます多分。なので一回こう、まあ、ちょっと径の狭いもので下穴を開けるで、まあ、ビスに関してはそうなんですが、あとその継ぎ手の方は一応、磨いてあります。結局もう行ったその日に多分ザギザギになるというのもありますし、これはまだ磨いてない加工をしてるんですが、多分ご覧いただきにくいと思うんですけど、売ってる時点でこうやってもう傷がついてるんですね。なので、今回80番のヤスリで全部磨き直しました。要は僕あんまり金属詳しくないんですけど、こういう感じでですね、コーティング的なものが、売られている段階では施されていますので、これを全部剥ぎ取ってこうして80番でやってます。要は傷がついたとしてももう一回80番でこうすればこうなるよという感じなので、あえてまあ磨いてあります。継ぎ手の固定についてなんですけれども、普通にこのまま、要は手作業で径を削ってあるのでかなりアバウトです。なのでこうやって差し込むとカタカタ言います。なのでまあね、木工旋盤でしたらねピッチリいくんでしょうけど、こうやってカタカタいくので、手作業の場合には僕こうやって途中にこうスペーサーを入れてですね、ロッドビルディングやったことある方お分かりかと思うんですけど、糸をこうやって巻いてカタカタしないようにするいうちょっと手間をかけています。まあこれは、0.75 のタコ糸ですね。本当はもっと細い釣りやる方でしたら釣り糸 PE ラインとかをぐるぐる巻いた方がいいと思います。あんまり太すぎると結局ここをまたヤスリで、細くするという手間、二度手間になってしまうので、固定は単純にアロンアルコ瞬間接着剤ですね。でここを固定するんですけど、絶対僕はこれを使っています。これロッド作る時もそうなんですけど、デブコンですね、ダブコンってやつですね。 S の31、 30分硬化型の2液製のエポキシの接着剤、これを使っています。で、2液製の接着剤なので同じ量ですね、同じ量を出して30分硬化型なのですぐ締めますね。で、同じ量を出したら、これ普通のヘラじゃなくて、これたまたま王将ですけど割り箸とかの方がいいと思います。普通のヘラだともうそのヘラ二度と使えなくなってしまうので、で、2液製のエポキシなのでこう白くなるまでよーく混ぜます。で、よく混ぜたらここに直接塗り込みます。要はこのスペーサーの部分に接着剤がついてれば大丈夫です。まあ大丈夫です。塗り込んだところにかぶせていく。はい、これで、押し込んで下穴と合わせた状態のところで止めて、
ここのところ、まあ、多少はみ出てくる、エポキシ接着剤をちょうどこの隙間のところに、要はシーリングする形、埋め込んでシーリングすると、で隙間をなくす、要は上から雨水が垂れてきたとしてもここに染み入っていかないようにしたいわけですね。こんな感じで、ビスを留めてあります。まあ、どうしてもこういうとこ隙間空いちゃうんですよね。まあ、これはもう宿命ですね。で、エポキシは30分で固まってしまうのですぐマスキングを剥がして、かなり強力に固まりますので、まあ、ほぼほぼというかポールとしては抜群の安定感が出るんじゃないかなと思います。はい、次手もがっつり、つきましたのでまとめに入りたいと思います。大事なこと2つあります。木製ポールの場合、きちんとここの面がですね平滑になっていて、ちゃんとこのアルミパイプの中で木が継がれていること、これ間が隙間が空いたりする状態でこの長さがですね長すぎてしまって間が空いちゃったりしますと、安定しないので、ちゃんとパイプの中で木が継がれていること、これがまず一つ重要なのと、あと何といってもですね、木工旋盤とかやってる方は多分ありがちだと思うんですけど、パイプにきっちり径を作ってですね、あ、いい感じでハマったよって言って仕上げてしまうと、これ実際現場でですね抜けなくなります。ちょっと余裕を持たせて、あ、動くかなぐらいが、僕はいいと思います。雨が降らずとも朝露で木が膨張するんですね。なので、そういうことも考えて抜けるポールを作っていただきたいと思います。あとホームセンターで売ってるですね、このタモ材に対してのパイプの径ですね、これは24に対して25なのでちょっと爪で引っかかるぐらい、要はパイプの方が径が太いので、ちょっと引っかかるぐらいになっちゃうんですけど、まあそこそこ僕は気にしない感じですね。なのでこの厚み分だけ削ってあげればこうなると。でアルミはそうなんですけど、ステンレスの場合ですと、ホームセンターで手に入りやすいタモ材の径とまたこれ太さ違ってきますので、アルミパイプの方は25だったりするんですが、まあ、ステンレスの場合だとこの径がよく手に入りやすいものが径が違うので、それの注意をしていただいた方がいいと思います。であとポールの下につけるキャップですね、これ98円でした。要は椅子の足につけるキャップを僕使っています。まあもっと別のものもいっぱい売ってるので、これは何でも自由でいいと思います。こんなもので、キャップを買われたらいいかと思います。であと手作業の宿命なんですけど、最初の溝切りの方ですね、この厚み分だけ溝を掘って、その溝が消える状態だったらこの厚み分に、まで削れたよっていうところだというふうにお話ししたんですけど、やっぱり手作業なんで削りすぎちゃう場合があります。そういった場合はもうパテで埋めていただいて、ウッドパテで埋めていただいてニスを塗っていただくか、まあ、パテはエポキシの方がいいと思います。しっかり固まるパテでこの溝を消していただいて、ここはオイルフィニッシュじゃダメですね、ウレタンで、仕上げていただくか、もしくはこんな糸をぐるっと巻いていって目隠ししていただくかっていう形になります。まあ手作業いろいろ頭をつかなきゃいけないというところですね。最後にちょっと細かいことなんですが、手作業で僕やってたのでどうしても木の縁、まあ、切った口がザギザギになってしまいます。なのでマスキング、エポキシをこうシールした方がいいっすよって話したんですけど、ザギザギのところを少しだけ残して若干避けながらエポキシを塗ってあげると、そのザギザギもエポキシで埋めてくれるので、より仕上がりもいいのかななんて思います。こんな感じでちょっとポール作ってみていただけたらどうでしょうか。